私は岩屋徹です。現在51歳、16年以来、パリに住み着いて、マニノアルメゾチントという技法を専門にやっております。マニエル・ノワールは銅版画の一技法で金属板の表面を平均した無数のサンドペーパーのような規則的な点を彫り完全な黒を塗る。それから下図に従って削り磨いてグレーと白の階調を作る。私の目的はもうはっきりしてるんですよ。自分の作品でその飯を食べるということ、そして少しずつ自分の全存在にその制作というものを近づけるということです。私のアートの目的は自分の中にある何千年も続いている日本人として日本の精神文化、それを私の作品の中に、反映させ再現させるということです。私にとって広島の被爆というものは非常に大きな意味を持っているということは、噂によると郡山に投下するなんていうアメリカ軍の計画もあったそうですが、とにかく被爆というのは一個の被爆を受けなかった自分にとってその他人事ではないと、もうとにかくいわゆる自分であったかもしれないと、そういう意味と、それとは20世紀がすでに一つの文明のカタストロフというその状況を非常にもう身近に感じているわけです。
マック・スターン、パリ在住経営コンサルタント。トールは私と同じくパリのイトランジェであり、彼の西欧の教養に関わらず非常に日本的であり、禅的であり、神秘的である。Very Japanese, very Zen, very mystic. 私はあんまりわかりませんけども、トールさんはね、あの日本の文化を背負ってるなんてよく言ってますよ。聞こえわや。リリアンの chemin、トルブトルイワヤ。彼は偉大な芸術家で、インスピレーションが豊かで、同じテーマでバリエーションを作る優秀なマニエノアルのテクニシャンである。確実に我々の時代の最高のマニエノアリストの一人である。友人としてトールは、鬱的で内向的な時は作品も小さく暗く、陽気で心身ともに健康な時は彼の作品は壮大で楽しくなる。トロ、l'homme Toro est un。トールは心配な人間で、彼が健康であれば確実に完成度の高い作品を生む。トールの作品の数々は完全である。去年、私の人生において記念しておきたい大きな出来事があって、トールに作品を注文した。これが彼の鉛筆による作品の下図です。この出来事、いわや私自身の間にある気持ちを彼はよく表現してくれ、この作品は私の最大の記念の一つになるであろう。自分の作品がその今日の人々に、今日の人々というのは非常にもう不安であり、そのいろんなものをその頼りになるものはないと、そういう生活の中でいくらかでもその心を静まらせてくれると、そして自分自身をと直視するようなきっかけが与えられることを祈っている、祈っているわけです。私は岩谷徹です。